とバッチ、今週のテーマは災害発生時に備える県総合防災訓練。8月30日、県内3市町で行われた県総合防災訓練。今年は岩手山の噴火に伴う降灰と大雨による土石流災害を想定して実施されました。災害発生時には防災関係機関が総力を挙げて防災活動に当たりますが、一方で隣近所の人々が集まってお互いに協力しながら初動時の防災活動や避難所運営などに組織的に取り組むことが大きな力になります。県総合防災訓練においては、県民自らが命を守るために何をすべきか考え行動する訓練や、参加者や機関が災害時における的確な対応を習得する訓練を実施して、災害対応力や防災意識の向上に取り組んでいます。平成26年、県民生活基本調査によると、普段から災害に備えて何らかの準備をしていると答えたのは 49.3%。半数にも満たないのが現状ですので、家庭での防災意識をさらに向上することが重要です。県民の皆様には、県や市町村、自治会等が開催いたします防災訓練にぜひ積極的に参加していただきまして、その中で課題を見つけていただきまして、災害発生時に備えていただくということが重要かと考えております。また、県の地域防災計画では、災害発生時に備えて家庭において3日分程度の食料や物資の備蓄をお願いしているところです。そうしたことについてもぜひ備えていただければと思っております。災害はいつどこで起こるか分かりません。発生時に自らの命を守るために何をすべきかを考え行動するために、防災訓練へ積極的に参加し備えておくことが重要です。また日頃から家庭においても3日分程度の食料などの備蓄にも心がけてください。岩手わんこ広報室、次回お楽しみに。